お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、久々にチャレンジ攻略動画というわけでですね、ホリデーホグチャレンジというものがね、来てます。で、このチャレンジの報酬がね、ちょっとね、豪華というか、この新カードのね、マザーネクロだったんですよ。で、まあみんなね、多分ほとんどの人が完走してないし、マザーネクロね、持ってない人とかも、まあもしかしたらいるだろうということで、ちょっと今回ね、このチャレンジ攻略をやっていきたいなと、思います。で、両サイドのキングタワーからホグが飛び出る。まあ、ロイホグがね、はい、出るというような感じで、まあ、ロイホグに強いカードをたくさん入れとけばいいです。っていうような、結構、まあ、簡単にクリアできるチャレンジではないかなと思います。で、個人的には、まあ、ボーラーとスパーキー、まあ、両方持ってるならば、両方入れてほしいですね。で、まあ、対空も、まあ、あと2枚ぐらいあれば、戦えるかなというような感じです。まあ、なので、エレキとか持ってなかったら、まあ、別になんだろうね。まあ、マスケットとか、まあなんか、普通に空攻撃できるユニットだったら全然いいと思いますね。まあ、ベビドラとかでもいいですし、はい。で、スパーキーの悪魔、スパーキーがなければ、ボンバーとか、まあ、なんかロイフグに強いカードだったら何でもいいと思います。というわけで、まあ僕はね、この形をね、ちょっと組みましたというわけでね、やっていきます。で、まあなんか攻める、自分からすごい攻めるというよりかは、なんかこう、受けから入れるカードをちょっと多く入れてますので、まあこう、まあロイフグとかがお互い出てくるんですよ。まあ1体出て、まあちょっと時間経てば2体ずつ出てくるみたいな感じで、なっていきます。で、お互いね、マザーネクロをこのルール上使うのが、まあ絶対というようなね、はい、共通ルールが一つあります。まあ、お互いマザーネクロ持ってる状態なので、こう、コウモリとか、まあなんかネクロとか、こうスケルトンとかね、コウモリ、小物系を生み出すユニット、まあ、ネクロダクネとか、まあ、小物系のユニットは、あまり入れない方がいいと思います。その、お互いマザーネクロが絶対入ってるので、まあ、そうなると、ちょっとね、こう、めちゃくちゃ豚を作られたりとか、まあ、そういうことがあるので、まあ、できるだけ、なんか、硬い系のユニット多めに入れる方が、まあ、勝ちやすいんじゃないかなというようなのが、まあ、僕のね、意見としてね、はい、参考になればいいかなと思います。で、もうなんか、両サイド、まあ対応するのがいいと思います。なんか無視すると意外とダメージ受けるんで。で、僕は、なんかこう、対応して気づけば、なんかね、もう相手が困るんですよ、本当に。なんか硬いユニットが多いので、残るんですよね。まあ相手も今回ボーラー入れてるんですけど、よいしょ。で、ああいうスパーキーの前にね、巨大スケルトンとか、まあなんか今はダックプリになっちゃうんですけど、しっかり盾をしてね、はい。まあ、こういうのには、なんか形を作るというか、まあ、自然とちょっと形ができると言いますか。まあ、こういう感じでね、はい、組めばいいかなと思いますね。相手が結構ね、今回インフェルノタワーとか入れてて、意外と厄介なね、はい、組み合わせをしてます。あれワンチャンザップ打っても良さそうですけど、打たなくても豚が頑張ってますね。で、まあ、こうなったら、またちょっとね、お互いとか両サイドにスパーキーとかボーラー出して、まあ、なんかどっちかつけれそうな端前にユニット出してあげるみたいな感覚ですね。なんか両方にスパーキーとボーラー出してると、相手はね、なんか相手のこうロイフがね、刺さんないんですよね、基本的には。そう。よいしょ。さあ、というわけでね、まあ、この辺も、ちょっとボーラーとかスパーキーは気持ちを見しつつ、まあなんか形組んであげるというか、本当にもう後ろから流しとくだけで、結構ね、勝てるゲーだと思うので、まあなんかできるだけスパーキーとボーラーがまあ延命できそうな時にはしてあげるっていうのがね、大事になってくるかなと。思います。で、まあ、その代わりね、ちょっと削りがね、弱いので、こんな感じでもう、なんかユニット頼りになってしまうこともあるんですけど、まあ、なんか攻めたい時には、こう、ダックプリとかね、はい、巨大スケルトンとか前に出してあげると、そう、相手のいいザップがね、ちょっと入っちゃってますけど、いや、めちゃくちゃいいザップされましたね。で、インフェルノとは置かれるのかな？まあまあまあ、これは、まあ、めちゃくちゃいいボーラーだな。あれ？ちょっと。ここに来てと言いますか。動画撮影になると急にこの泥試合をね、発動し出すこともあるんですけども、まあでも豚がね、意外と多いので、まあザップとかでね、ダメージ稼ぎつつでいいかな。で、空ユニット、僕まあ魔女が固定で、エレキとメガゴ入れてるんですけど、空ユニット、なんか、たまに相手がホバとかライトラがいるんでね、すごい厄介なんですよ。まあなんですけど、対空なんかそんないらねえなって方とかだったら、まあファイボとかでもなんならいいんじゃないかなっていうのはありますね。なんか本当にこんな試合をしてると、いや、お前そのデッキ弱いんじゃねって思われるかもしれないんですけど、今んとこちょっとこれやりやすかったですし、もっと楽に勝てたんですよね。本当に、そう気づけば勝ててたんで、ちょっとおすすめなんですけど、今たまたま、
競ってるだけだと思ってください。本当にだったらもうあと160とかなんで、これ多分やろうと思えばいける。で、インフェルノタワーとかは、まあなんかあんまロイフグにはね、刺さらないので、そんなおすすめはね、個人的にはしないんですけど、結構吹き矢がね、厄介ですね。たまたま吹き矢が厄介。待って、めちゃくちゃすげえ泥仕合してることになっちゃってますけど、さあ、まあそんな感じでね、まあ結構作業です。お互い両サイドからユニット出してってしとけば、まあ勝てるんじゃないかなというところで、ぜひね、はい、まあ残り4試合もやっていくんですけど、同じような感じの流れをね、やっていきます。さあよろしくと。いうわけで、意外となんか、ギョスケ、スパーキー、ダックプリの形を作ると、結構ね、相手止まんないんですけど、だから今の相手は、吹き矢、マジアチャー、まあ、ザップとかって結構綺麗に防衛されたね、はい、気がします。あんなに綺麗にというか、あんなにね、長い戦いはしなかったんですよ。本当に。はい。というわけでね、そう、とりあえずまあ、ボーラーとスパーキーを両サイに割いとけば、まあ、大ダメージ僕が受けることもないよね、というような、もう完璧なね、はい、出だしでございます。さあ、ホバリングですね。いや、ホバリングのね、左右が結構いるんですよ。なので、まあ、メガゴがね、意外と役に立ちます。あ、ウィザードとかでもね、すごいいいと思いますね。ロイフグにも強いですし。さあ、さあ、さあ。で、ここは、まあ、気持ちね、低めで受けつつ、ちょっと攻めにもね、つなげていこうかなというような感じでね。さあ。で、エレキですね。そう、まあ、スパーキー対策にもなりますよね、エレキは。相手がこう、スパーキー持ってた時に、エレキ持ってるだけでね、結構防衛が楽になるんでね。で、まあ、相手はマザーネクロも持っている。まあ。で、こういうのも全部ね、ボーラーで回収していきましょう。で、キョスケの爆破が？いや、ワンチャン？さあ、エリゴレがいる。エリゴレはね、どうなんだろう。さすがにボーラーとかが、ウィザードとかが多くなってくるんで、ちょっとなんか大変そうではありますね、エリゴレは。さあ、まあ、ここちょっとカウンターしっかり狙っていきたいですね。相手は、右サイドにエリキを使いましたねと。あのホバリング処理するのに、まあ、メガゴ当ててあげて、まあ、どっちかにまあダックプリとかつけてあげたいよねと。ウィザード左に裂いたので、右側にちょっとね、圧をかけていきます。圧をね。ワンチャンでザップ打てば、ウィザードやれるっすね。いや、でかい。いや、これはでかい。しかも、ボーラーの石ころでエリキをやれないが、これワンチャンこのボーラーを追加してあげることによって、このスパーキーが奇跡的に延命されるみたいなことも考えるが、ウィザードが強い。さあ、まあでもね、結構、本当に、これぐらいスムーズに勝てるですよ。さっきの相手がマジでたまたまね、めちゃくちゃ頑張ってきた。めちゃくちゃ頑張ってきただけなので、ぜひね、はい、こちら、使ってみてください。おすすめでございます。まあ、こう、まあ、肌に合わなかったり、結構負けたりしたら、本当に申し訳ないんですけども、まあ、僕的にはね、これが今んとこね、一番最適解だなと思いましたので、はい、まあ、少しでもね、参考になれば嬉しいかなと。思います。よろしく。あと3勝ですね。3勝でマザーネクロゲットと。まあ、合計9勝ですね。はい。ぜひ、なんか、ウルトラレアトークンとか、まあ、トークンって結構ね、ユニットレベル上げるのに、めちゃくちゃ便利なんですよ。なんか、僕というか、昔は、まあ、2年ぐらい前とかは、トークンっていうものが存在しなかったんですね。まあ、てか、ちょうど2年ぐらい前から出たのかな、ぐらいだと思うんですけど。そんなので、ユニットレベル上げるのマジで大変だったんですよ。なのでちょっとトークンはね、みんな大事にトークンのありがたさをね、ちょっと分かっていただきたいところもね、まあ、あるんですけども、さあもうスパーキー出しとけば全部回収と、ブタちゃんを全部回収と。さあ、まあ、こういうところはね、巨大スケルトンで受けて、さあ自然なカウンターになっていくんじゃないかなと思います。で、まあ、エレキはおしゃれに逆サイドで受けてあげると、このままねスパーキー側についていってくれますね。あれはなんかいい感じのタイミングでザップとかできればいいなと思うんですけど、さらまあキョスケの爆破に巻き込まれるザップって、なんとなくザップがいい感じに刺さる。さあ、お互い今回はエレキが入ってますね。エレキスパーキー、お互いエレキスパーキーですね。まあ多分結構ね、この同じような対決にはなると思うんで、そこはもうね、頑張るしかないですよ。さあ、ダックプリまで一緒。まあ、バルキリーもさ、確かにそう考えたら結構強そうですね。で、まあ、左側に絶対いたエレキ出したいと思うので、まあ、このね、はい、そう簡単には防衛させねえぞというような感じでダクプリをつけてあげて、まあ、ファイボとかも使ったらもうこっち側止まんないっすよね、さすがに。したら、なんかスパーキーずっと暴れてるし、みたいな。で、メガゴもね、結構いい働きをします。
で、スパーキーも入るというようなね、もうケツから出して、形組めそうだったら組んで、みたいな。だからね、メガナイトも、まあ、ロイフグ自体には強いと思うんですけど、結局なんか相手のユニットがいっぱいいたり、なんかね、ごちゃごちゃするんで、個人的には、まあ、巨大スケルトンの方がおすすめですね。はい。まあ、キョスケを持ってなくて、メガナイト持ってるとかだったら、まあ、メガナイトでもいいと思うんですけど、個人的になんかキョスケスパーキー作り毒感がすごいありますね。で、まあ、相手ファイブサイトし、とりあえずね、マザーネクロ出しとけば、なんとかなるよね、感がすごいありますね。さあ、残り30秒。まあ、時短も大事ですね、こういうチャレンジは、本当に。さあさあさあ、スパーキーが打ち、豚がね、気づけばマジ10体ぐらい溢れ返っちゃうんですけど、このチャレンジ。まあ、それもまたそれでね、いいみたいな。ただの豚信者でございます。あと2勝かな。今7勝で、ここでトークンですね。で、あと1勝で、まあ、5000ゴールドもね、これ今僕一時100000マジで100万ぐらい。200万ゴールドぐらい持ってるんで、まあ、僕からしたらいらないですけど、結構ね、ユニットレベル上げるのにゴールドってね、足りなくなるんですよね。経験だ。本当に。これ結構ガチで。なんでこう、ゴールドあるからって、結構ね、適当にユニットレベル上げたりしてると、意外と、やべえ、ゴールドね、金ね、ちょっとってこう、意外となるんでね、ぜひちょっとゴールドは大事に大事に集めてもらえると、後々楽にね、はい、トラ上げとかできるんじゃないかなと思います。さあ、相手は、トルネード持ってましたね。トルネ。まあ、豚が絶対来るから、まあ、トルネも、そう考えたらありではありですよね。まあ、ありではあるんですけど、さあ、豚とダクネ。ダクネはこれね、マザーネクロマンサー大活躍しますよ。さあ、相手、エリゴレ奇跡的エリゴレの可能性があるんですけど、なんと僕のデッキは、巨大スケルトン、ボーラー、スパーキーと。そして、まあ、エレキもあると。多分、インドラとかいたらね。めちゃくちゃ強いですよ、僕のデッキ、エリゴレに。まあ、キョスケで全部溶かせるっていうのもありますね。で、まあ、逆サイの豚を抑えるのには、しっかりボーラー出してね。ああ、これ、スパーキーが、感電でいかれちゃうのが、ちょっとあまり良くないですね。なんか、エレキで溶かすか、キョスケの爆破でやってもらうか悩んだんですけど、キョスケの爆破でやってもらいましょうか。さあ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 。まあ、どっちかにエリゴレがすごい来そうなんですけども、まあ、どっちに来るかわかんない。右に来そうなんで、右に出してね。さて、これ、エリゴレがいないパターンか、エリゴレを出さない立ち回り。さあ、これね、もうメガナイトだったら積んでましたからね。さあ、巨大スケルトン万歳というところで、もう強い強い。もう強い。間違いなく強い。で、相手も、あ、これ察しましたね。いや、お前、無理だわって。俺のエリゴレ部隊一個も通んねえじゃんということでね、もう多分諦めたっぽいですね。なので、これはもう始まりからね、行きましょうと。まあ、こういうね、相手のパターンもあるので、キョスケがね、まあ、万能ってことが分かりましたね。さっきだと相手の、まあ、25コスぐらい、持ったか。まあ、20コスぐらいを、キョスケだけでね、ぶっ飛ばして、はい、フルカウンターっていうね。結構強いですね。こう、本当に、こう、まあ、チャレンジで結構キョスケ使われがちなんですけど、これ最近マジでマルチとか、普通に大会とかでも、キョスケプラスの、まあ、ロイジャイとかホグとか、まあ、スケラとかバルーンとかキョスケねめちゃくちゃ使われるようになってきてるんですよね。そう、結構評価高くなってきてるんで普通にね強いと思いますね。ぜひ使ってみてください。巨大スケルトン。さあ、まあ、とりあえずボーラー出します。で、逆サイドにスパーキー。いや、もうこれさえしとけばマジで勝てますね。で、あとはまあなんか3枚ぐらい回して、おお、相手やべえ、豚が生まれるチャレンジで豚を使うと。めちゃくちゃ豚が好きだな。しかもこうなんか色違いですからね、地味に。魔女から生まれる豚と、素のね、素のロイフグちょっと違うんでね。ちょっとだけね。さあ、相手は今回ロケット方式ですね。まあロケ砲とかもなんかいるとちょっと厄介ですね。まあスパーキー対策に僕ザップにしてますけど、まあもしかしたら矢の飴とかの方がいいのかなとかも思うんですけど、まあザップの方がやっぱ使いやすいよねっていう。で、まあ、なんか来たらザップ持ちたいけど、これぐらいだったらエレキだけで我慢できそうですね。私、なんならこのやっぱスパーキー残ってるんで、これの前にダックプリとかつけてあげたら、まあちょっとシャシャリ攻撃ではあるんですけど、なんならもしかしたらですけどね、ワンパンできる可能性も、まあないこともない。いや、あと900。まあ、ほぼワンパンですね。で、スパーキー出して、まあ、スケドラとかにはまあメガゴがね、はい、すごい輝いてくれます。まあ、なんならこれ、キョスケ受けてもいいですけどね。まあ、キョスケで受けて、横からね、メガゴで殴ってあげましょうと。で、逆サイはボーラーがね、
はい、頑張ってくれてる。お、豚めっちゃ来るな。なんでまあ攻めるユニットを入れなくていいと思いますね。僕にはもう豚がいるので、はい、すでに豚がいるんでね、攻める、よいしょ、もう自然と守ってればカウンターになって、相手がどん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 苦しくなって、気づけばねタワーが落ちてるというような、デッキでございます。というわけでね、はい、こちらで魔女もゲットしたと思います。ワイの大好きな魔女ですね。はい、皆さんもぜひゲットしてみてくださいと。ああ、一緒に連打しちゃった。ごめんなさい。はい、というわけで、ね、終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。